離してた部分で最初からアグレッシブにディフェンスしようというところはだいぶできてたので、こう得点があんまり離れない時もディフェンスで粘ってこう、相手のリズムにしないようにすることができたのは一つ収穫だったと思います。自分たちらしいプレーはできましたか？いや、本当に最後のシュートのところとか決めきれなかったのと、まあ、もっとまだまだできるんですけど、まあ、チームとしてできるんですけど、そこがなんか出し切れてない部分もあるので、もう一度修正していきたいです。頑張ってください。ありがとうございました。